はい、時刻は深夜0時を回りました。 TBS ラジオライムスターでものウィークエンドシャッフル、これから残り30分は漫画家にしてコラムニスト島尾真帆さんとお送りするコーナーです。島尾さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あのタコのまんどころさんと、寺島さんにもぜひ、はい、ね、ちょっと残っていただいて。あ、すいません、フィーバー気分は忘れてテンション下がんないんですよね、なんかね。まあでも特集からもうね、今日もなんかついついやっぱのなんか会話もいつもよりハイパーな感じになってますね毎回俺が出てるとそういう感じが上がってくる。ワユーロ、ワユーロどうでした？ワユーロ、ワユーロ最高ですね。あ、やった、最高ですね。あの坂本冬美さんのね、ね、あの歌ってる方たち、ね、違う、ね、カバー、しほりさんですね。あれにだってお金が、そのお金っていうかパチンコがさ、そのわーってね来てる、うん、勝利してる状態も合わさったらこれもう多幸の極みですよ。コロンですよ。でもファンコットもいいですね、あのパチンコ屋さんね。そうですよね、バッチリ。You ready っつって、うん、いやだから完全にアジアのそのだからインドネシアに至るまであるってことですよね、これでもさ、あれですよね、風俗でもかかってるじゃないですか。あ、ピンサロ、ピンサロね、的な。これちょっと面白い話があるんですよね、寺島さん。なんか僕、はい、あの有線放送の人に知り合いがいてですね、うん、はいはい、あのやっぱり有線で、そういうユーロとかのチャンネル、トランスとかのチャンネルやってる人がいるんですけど、はいはい、やっぱワイルドが流行ってるからちょっと入れようかなって入れたら、はい、えらいクレームが来て、ほうほうほう、どっからかかるというと、うん、あのやっぱピンサロからクレームが来て、なんだぞ、お客様が集中できねえじゃねえか。歌えるし踊れるしの歌えるしが邪魔だったっていう。これはでもね、よくクラブでさ、その昔日本語ラップなんかかけると、うん、意味が分かって足が止まっちゃうなんてよく言われちゃったんですよ。なるほどなるほど。むしろだからその意味が分かるともう口が止まっちゃうみたいな、うん、最低じゃないですか。お客さんもそうなんですけど、やっぱ女の子もどうしても歌っちゃったりとか、なんか乗っちゃったりする。なるほどね。これはね、お客さんに乗らずに何に乗ってるんだっていう話になる。うまいこと言っちゃってる人さ、どんどん頭角を荒らしてくるじゃないですか、これ。恐ろしいですね、これね。なるほど。はいはいはい。なるほど。でもこれは興味深いですね。そうなんですよ。まあ音楽というのは機能に合わせて。本当は TPO を選ぶもんですね。あるもんですね。はい、TPO って。知らなかった。だってね、これうっかりこれ、夏したところでこう、ね、また君なんて言ってもらえじゃないですか、ね。発音によってはもう、ダッて言われちゃう。おいね。普通何がかかって？いや多分そのユーロ、イタリアのユーロとか、あとトランス、トランスね、あのいわゆる洋楽なんで、和じゃない方の英語とか、うん、我々はもう聞いてネイティブじゃないと分かんないものがかかってる。ネイティブじゃない。海外の風俗とかどうなんですかね。海外の風俗はやっぱ英語圏は普通に英語圏としか思えないですけどね。ですかね。R&B とかなんですかね。意外とそのイタリア語とか乗れねえよじゃないものをね。どうかな、どうかな。これちょっとわかんないです、ね。こんなあるかですけど、向こうはほらムーディーな音楽を聞いてなんかいたすみたいな。ほらほらバリーホワイトとかあるじゃないですか。はいはいはい、なんつうか。セックスミュージックがあるから、ね、多分。あんまり気をなんかあの尖れないのはもう中間化してるんじゃないですか。ね、考えられる。だってさ、ふったりさ、中年の男が、うんうん、ね、いや、お前気持ちいいかいみたいなさ、焦がそうか、みたいなさ、うん、それだけ流れてる音楽聴きながらセックスできますか、うん、聞いないでしょ。なえる。そこやっぱアジアとね、欧米の違いですよね。ですよね。向こうで逆にはユーロがかかった方が意味が分かんなくていいのかもしれない。あ、かもしれない。ね、だから、でも向こうでもそのカラオケだって絶対ね、うん、欧米圏には流行らん、定着しないって言われて、うん、そうですね、定着したじゃないですか、はい、でひょっとしたら、うん、このおい歌えるし踊れるし最高だっていうことに、ね、シング&ダンシンググレートみたいな。日本の人って BGM 好きですよね。だって普通に街とかでもガンガンかかってるじゃないですか。まあ確かにうっさいっていうのはね、ありますけどね。向こうはね、全然に街角とかでは、ね、あんま流れてなかったです。でもアジアとかは全般 BGM 好きじゃないですか。アジアインドネシアもすごかったですよ。そこら中でファンコットかかってましたけどね。自然音としての音楽。なんかアジアが好きなのかね、じゃあ。かもしれないですね。アジアは近い。いよいよもう、正統派アジアミュージックですね。ですね、これは。はい。勉強になりますね。勉強になりますね、本当に。これを本当脳みそに入れていい情報だ。いやいや、あ、まだこんな、こんな、こんなこと言っちゃこいつだ。先週もね、足場に本当になんか悪いことしたなと思って。やっぱね、腐ってもね、やっぱマガジンハウスに行くから、いやいや、そんなことないですけど。オリーブ少女が一番遠いとこですよね。そうですね、まあ。オリーブ少女とは。オリーブでも少女でもないですからね。ゲスカルチャー、ゲスカルチャー。フリッパーズギターとかが、こうユーロっぽくなったらもしかしたら全然乗るでしょ。歌えるし、ね、これとか新感とかも叩き放題ですよ ね, ね, ね
いいじゃないですか、うん、そっちも全部持ってっちゃえば、ね、秋葉工房の方皆さんぜひ ね聞いてましたら多分聞いてますよ、うん、今日も。あ、そうですか。ぜひぜひちょっとそのあたり、今だったらそのなんだろうね、おしゃぶかる的な人がコロリと行くようなのは誰がいますかね、これね、誰だろうなこれな、おしゃぶかる、かまってちゃんかこれ、あ、かまってちゃん言うのおしゃぶでもねえけどな、別にな、おしゃぶでもねえな、ね、パフュームみたいな、そこそこ電子感のあるものを、ね、はいはいはい、売れてるわけですよね。そうですよね。割と馴染みやすいんじゃないですか。パフュームもユーロビートですよね。もうぐいぐい早め、もうちょっと早めれば別に。ユーロビートですからね。パフュームユーロビート。乱暴だよちょっと乱暴だよ、これ。まあ、そうですか。まあ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 、でもね、うん。全然いいと思います。でも、おばあちゃんが聞いたら同じですよ。おばあちゃんして。それどうだよ、それ。ちょっと若干おばあちゃんディスも入ってるじゃないか、それ。雑ってことだろ、それ。ファミコンって言ったら全部のゲーム含めて一緒ですよ。あんたが、認識が薄いな。ビットがね、ビットが少ないとね。はい、といったあたりで、今日はね、ちょっとね、盛りだくさんなんですけど、はい、先週、物販特集をやったじゃないですか。うん、で、ちょっとその物販周りの、うんうん、あの、物販周りっていうか、その要は、トップステージ、あの、ライブ、先週、物販のね、グッズの販売の極意みたいなのやったんですよ。翌日がライムスター、キングオブステージ、はい、ゼップ東京でやったライブで、はい、そこに、まあ、コンバットレックというね、はいはいはい、映像コレクターにして、最近、物販動画にハマっている。うん、でその実際に歌ってる、あ、歌ってるじゃない、売っている、まあ、ある意味歌ってる、ある意味歌ってるんだけど様子のその要するに先週のいろいろその神からいろいろ極意を聞いた、はいはい、それをコンバットレックが実際どう生かして販売していたのか、川崎ですか、失礼しました、川崎、追加コメント、川崎の様子、これがあの記録されているようなので、実際コンバットレックはどの程度ちょっと成長しているかというあたり、ちょっと こちらお聞きください。ありがとうございます。こちらタマフル物販コーナーでございます。なぜスポンサーなしで番組が続いているか、皆さんも不思議に思われていると思います。それは物販によって成り立っているのであります。ドグサレ文具屋の古川プロデュース、シネマスラ MD ノート、別名シネマスラマミー D ノートを一ついかがでしょうか。こちらタマフル物販コーナーでございます。毎週50冊売らないと放送ができない仕組みになっております。よろしくお願いします。番組の存続をかけてノートを販売しております。私も橋本も、家庭が冷え切っているんだが、こうやって頑張ってノートを売っています。さあ、ノートを売り切らないと今週新曲がオンエアできません。よろしくお願いします。もうね、何の成長もないじゃないですか。何の成長もないっていうか、悪化してますよ。あの、嘘の量が増えてるじゃないですか。シネマハスラー MD ノートなんですけどね、はいはい、シネマハスラーマミー D ノートって言ってましたからね。新曲の OE あたりと絡めるのとか、本当に悪質ですよ。オンエアされないかもしれない。毎週50冊ってリアルな数。それにちょっとあの、ね、ハシピも載ってましたからね。家庭のとことまでも。家庭のことまでも。そう、ね、嘘ないんじゃない。しかも泣き落としでもないもん、別に関係ないじゃないですか。ブレイクっていうね、はい、といったあたりをちょっと。でも売れたんですか。あ、売れは売れた、売れは100印刷川崎100印刷。その前はあんまりいまいちなんかね、あ、88、でも88売れてるんですよ。だってあのライムスターファンとタマフルファンは実はそんなにかぶってないですから。そうですね。あ、それを突きつけられて、 そのコンバットレックはマミーディーノートだって嘘ついて売ったっていう。どこがマミーディーノート、サングラスのマークがっつり乗ってるじゃないですか。特に川崎はそのお客さんの動線にバッチリハマってたんですよ。流れも良かった。ゼップは逆に遠かったんで、それが88で相当売れた方ですし、川崎はもう動線にバッチリだったから、でおかげさまで T シャツはこれで完売しました。シネマハスラ T シャツ。シネマハスラ T シャツ、ぶっちゃけ1000円効果だろ。投げ売りじゃねえ。うん、売り切りました。まあでもその売店をセッティングするそのね、とこ動線の時点、その売店の接点から、接点からもう勝負始まってるってことじゃないですか。うん、これある意味神のね、物販道の神の極意もちょっと通じるところじゃない。どうなんですかね。いや、先週のあのせっかくの神のレクチャーね、まあね、多分その神のレクチャー聞いて、そのゼップでおとなしくしてたんだけど、うん、ちょっとそのじくじたる思いが残ったということじゃないですか、うん、これは結局ゼップで学んだってことね。神からっていう。しかもさ、動線が悪いって。しかもさ、天下の TBS ラジオこね、これを1時間使って特集してんのに売れないって、うん、そう、公共の電波。どういうことなんだよっていうね。ライムスターのファンの人とやっぱタマフルのファンの人を、うん、リスナーの方をこう近づけたい。もちろんね、あのもちろんこれちょっと誤解なきように、あのもちろんリスナーの方で来ていただいた方、うん、あのヒップホップのライブ来たことないのにという方も含めていっぱいいらっしゃったんですよ、うん、いっぱいいらっしゃったけども、だからそこがね、うん、あのそんなにバッチリ重なってるわけじゃないという意味でね、バッチリね、重なってるバッチリもね、
か、その宮崎駿さんにすごく似てるらしくしゃる方が絶賛にいらっしゃってましたね。宮崎駿さんに似てる方が来ていた。そうね、別に宮崎駿ではない。宮崎駿さんじゃないんですけど。宮崎駿が来てたらびっくりだけど。びっくりなんですけど。でも似でしょって。似てる方ですよね。でもいじり岡田がやってるあのまモノマネには結構近かった。あの白髪で。ヒゲもあるのに、ヒゲも白いヒゲがこうやって、まあ、寝るシャツみたいの着てて、宮崎駿さんではないんですよ、ね、ではないんですそこは見抜くことができるレベルの似てる感じで、そう、電車で近くにいらっしゃって、うん、で、この方についていくとジェップにはたどり着けないんじゃないかなって、あの違うかなと言い方わかんないから、うんうん、全くそれっぽい人についていこうと思って、うん、そしたらどんどんその人がジェップの方に行くからでしかもなんかちょっとこうイヤホンでなんか聞いてたのかな。これでもえちょっと待って、ってことはその方多分これ聞いてらっしゃる可能性ありますよ。あ宮崎駿俺似てる俺だよ俺可能性ありますよ。コスプレしてきたのかな。そんなもんない。なんでコプライブですか。プライムスターのライブに宮崎駿コスプレしてくるんですか。ジブリとは全然関係ないでしょこれ。でもコミケの会場にそういう人とかねいらっしゃったりするでもそういうだからそのヒップホップ会場出しからの方もね来ていただいてるということですから、そうですね、ありがたいことですよね。キャリオさん遠いですからね、ライブスターのライブとかね、うん、もうちょっとお若い感じはあったんですけどねいいで、いいですよ、ナウシカってその件いいですナウシカの頃のナウシカの頃あの頃ヒゲないでしょ、ヒゲないでしょ。あそっか、じゃあどうなんですね、あれですよ、あのキンキンの司会ぶりにムッとしてる時ですよキンキンの司会でカリオストの紹介した時のあれですよ。でもその時ヒゲ生えてないもんね。生えてないですよね、うん、いや生えてました、うん、だからでもね絶対見たこと見たと人気になってた人いたものもいますよ。宮崎駿さんが俺のライブ行ったらびっくりどうすんだろうこれね、どうしようもない、どういうつもりなんですかね。まあ、どの曲が好きは聞いた方がいいですよね。おお、どのアルバムが好きかも、もしかしたら本物かもしれないですもんね、うん、私はそんな詳しくないから。グレーゾーンが好きアニメみたいな可能性もあるよ、ね、ちょっとじゃあそういう夢見てさせてください、しばらくね、はい、じゃあコーナーいきますよはい、はい、ミューズのこのね週刊ぼんやりニュースとは、あなたの身の回りで起こった些細なニュースをメールで送っていただき、それをアンカー島尾真帆が読み上げ感想を言うというぼんやり報道コーナーですそれでは早速島尾さん最初のニュースをお願いします。はい、知らずに嫌がらせ。先日埼玉県のトニータッチさんが帰宅途中いつも通る細い路地を自転車で走っていました。すると目の前に花柄の派手な服装の自転車でゆっくりゆっくり走るおばさんが登場。そのあまりの遅さにトニータッチさんは遠慮気味にベルを一回チャリンと鳴らしましたが全く変化なし。次に聞こえる程度に鳴らしましたがまたも変化なし。さすがに少しイラッとしてベルを連打するとおばさんはやっとこちらに気づきこちらを振り返りました。その顔を見てびっくり。その人は以前住んでいた団地で下の階に住んでいたおばさんでした。とっさに知らない人を装うために顔を作ってみたものの効果なし。追い抜きざまにこんにちはと言われ耳を真っ赤にして逃げたということです。これはねえ大変ですね。でも以前住んでた団地でしょ、うん、だから別にその現状の隣人問題には発展しようがないじゃないですか。まあでもね、自転車で通ってるってことは、まあ、近所から近所に引っ越してっていうことなんでしょうね、それでよく会っちゃうんですよね。どうですか隣人問題は。隣人問題なのかなこれ。隣人問題ではないですけど、ね、あそうですね、確かにかつて縁があった人にどの程度まで、うん、まあ機械的にもう挨拶しなくていいやとは確かに切りませんけど、僕も以前住んでいた大家さんと同じ町に引っ越したためにたまにコンビニで会う時があるんですよ、ね、それはでも挨拶すればいいじゃないですか別に。ただ 3,4 年経って向こうも多分新しい田中さんも入っててこっちのこと覚えてるかなっていうその一瞬の記憶れが挨拶タイミングを逃してで、ね、それ以来も挨拶できず改めてまた言うほどでもないし覚えてないかもしれないし、ね、ただこっちはめくに覚えてはいるという時に、しかも不意にコンビニとかでバッと会った時に、はいはいはい、どうしたもんかいな向こうの反応であっぐらいがあればみたいなのどうですか。そうです、アイコンタクト的なのがあればね、うん、近所に引っ越したっていうと、うん、なんとなくその大家さんが気にしたりとかしてないんですかね、うん、街は好きだけどうちがダメだから出て行きやがって的なね。ああでもまあその気にする感じはちょっとわからないじゃないです、うん、俺だって今のところに引っ越す時に大家さん全然いい方なんですけど結構
構しつこく、どこっつって、あの、いや、結構近いんですよ、どこどこどこ次の物件。うん、どこ気になるもんだもんね。うん。で、まあ、その、ぼんやりだけど、まあ、わからいでもないぐらいの感じの説明書、いいね。ああね、やっぱね、いいですよ、みたいな。怒ってらっしゃる。気分を害してるんですよ、でも近所の人とか、まあ、どっかのお店屋さんってその状況で会えばその人だって分かるけど、こう別の街であったり、そので、 レジにいる状態しか知らないから、外に出てたりとかすると、あれ誰だったっけみたいなのありませんか、ね、うん、行きつけ の、 そのコンビニとか、その例えばドトールとかでもいいですけど、の店員さんとしていつもものすごくきちっとした感じで、あの、いらっしゃいませ、要するにすごい大人として接してるのに、普段会ったら完全にストリートキッズの格好してて、確かに年齢からすればそんなもんだよなっていう、なんかもっと真面目かと思ったそう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 、勝手な、ね、勝手な、勝手な、そうそう、そういうのありません、なんか、ある、私店員さんが帰るところを見るのすごい嫌なんですよ。別にその戻ってきたんだよね、さっきまでお給仕してくださった方が、はいはい、そのいきなり私服に着替え て、 着替えてで、お店の中を通って帰ったりする人、ね、ありますね、あります、お疲れ様なんですよね、なんかね、すごい嫌なんですよ、わかります、あの、要は今までお店の人ということで絶対的な安心を委ねていたのに、うん、普通の人だと思うと鼻くそ入れてんじゃねえかみたいな、うん、それはないよ、そうじゃない、そうじゃない、揺らぎがさ、いや、なんかね、そのあなた見たくなかったみたいな、逆に俺らね、高校の時にいつも池袋のケンタッキーに溜まってたんですよ、いつも、うん、でそこ の、 あの働いてた女の子がですね、あのショートヘアでこうちょっと肩幅広めなんだけど、当時僕はすごいタイプだったの、うん、勝手にあの小雪ちゃんって名前つけてたで、また勝手に勝手に名前つけてたのね、でそんな別にもちろん話しかけたりとかできなくて、うん、あのクッキーくださいとか、うん、そんな感じですよ、うん、で小雪ちゃんがこう仕事を終えて私服で帰っていくところをもう3階から見て、お、小雪ちゃん帰るぞっつって、みんな、おお、小雪ちゃん私服もセンスいいぜっつって、うん、キャッキャッキャッ言ってましたよ。そういうのはいいかも。私服チェック、それは逆に評価上がったんですか。そうですよね、上がりましたね。そのこともあるんですね。その人間らしいとこが、ま、それ小雪ちゃんだったからっすよね。小雪ちゃん、だから鼻くそ入れてるっていう勘ぐりは生まれた。完全にタイプだからっていう。勝手じゃないですか、まあ、もう、なんなら、いや、なんなら小雪ちゃんの鼻くそだったらってとこも、そこも含めて俺はっていう。望む。そんな被害妄想っていうか、どっちも望む。いや、だってファイトクラブとかでそのやってんじゃん、いろいろさ。映画見すぎなんじゃない、ちょっと。確かにそれはあるかもね、毎週見ちゃってるし、あのスープはやめた方がよろしいかと、ね、何が言われてましたかね、だからあの私私服もあれそうなんですけど、個人情報がこう値札に書いてあったりするじゃないですか。なんとか県出身で、あの、あだ名が書いてあった。ネームカード。ネームカード。ちょっとフレンドリーな感じの。あれがね、私ね、あんまり、なんか、店員さんのプライベートはあんまり見たくない。その場限りだったりするかもしれないし、なんかあんまり情報を入れたくないんですよ、ね。でも、あだ名書いてあるからって呼べないですよね。呼べない。でもさ、山ちゃんとか、いや、でも、名札にあだ名書いてあるんだったら呼ぶのは絶対許されてなきゃおかしいじゃないですか。あ、確かにそうですね。まあね、でも呼んでくれってことなんですよね、きっとね。うん、何あの、呼ぶのがはばかられるようなさ、あのさ、時々ラジオネームであるようなさ、そういう、まんびら官房長官的な、そういう。あれ、前話しましたよね、焼肉屋、友達が焼肉屋かなんか行って、うんうんね、名札にチンコって書いてある。それ、接客としておかしいだろう、それ。チンコ嘘だ、見間違いでしょ、それ。チンコ、どっちだったかな、電話して聞いてみよう。チンコ、な、子供が書いてあったっていう。それ子供の注文増えるよ。子供の注文増えると思うんですけど、そのものってなんだよ。それはないんじゃないですか。いや、もう間違いなかった。なんか、あのさ、なんか一文字消えちゃったとかそういうことじゃないの？あー、人口だったって。人口もおかしいでしょ。おかしいでしょ。銀行がこう、パチンコとかね。パチンコとか。趣味パチンコのパが消えちゃってるみたいな。それたまにね、あれ、あの、地方のね、パチンコ行くとチンコって書いてあるじゃないですかね。テーブル担当のチンコですレシートもチンコですよ。担当者チンコって。ちなみに、あの、大学時代のね、あの、後輩につけたあだ名で、チンコ加藤っていうあだ名があったんですよ。まあ、すごいエロいやつだったから。でだんだん略されてチンコになってって、うん、でこう女のサークル員とかが、うん、ねえねえチンコ慣れって怖いですよね。慣れって怖いです。本当に普通に言ってました、ね、なんかそのお店ではそういう風になったかもしれないですね、うん、このテーブルはチンコが担当させていただきました最初はゲラゲラゲラって笑ってたのが普通になっちゃって、客で言ったらそう思わないですからね、うん、あそうか、もう一発いけるのかいいのか、はい、行きましょうか、もう一発いきましょう、はい、梅雨のあるある事件、
これは番組構成作家の古川光さんの家で今朝起きた事件です。朝風呂から上がって着替えようと思ったところ、なかなか新しいパンツが見つからず、どうやら梅雨時で、洗濯が間に合わず一度履いたものしか見当たりませんでした。その他の選択肢としてあるのは、洗濯して干したまままだ生乾きのパンツ、一度履いたものと生乾き、どちらがいいか一瞬迷った後、生乾きのパンツを取り込み、何も元もなかったかのように履いてTBS に向かったということです。これ今日の話ってことですか？もうだから乾いてますよ。ああまあ着用して乾かしたってことですか？まあそうですね、蒸れ蒸れのまま人体の熱で人体かパワーです、ね、まあ乾くもんですか？もう完全乾いてるし、今吉村濡れてるとしたらそれは別です。まあ全く別です。ね、年がら年中うんこ漏らしたりおしっこ漏らしたりしてますからね。年がら年中ではないです。はっきりとそれは言えないです。年がら年中おしっこやうんこは漏らしてはしていません。まあ、一度履いたものはやっぱり嫌だったんですか？どうですか？その選択肢だったら、つまりどちらも湿っているわけだ。どちらも湿っている。だから異なる理由で湿っているわけです。でどちらも湿っている。どちらが不潔の湿り気かといえば、うん、ですよ。うん、でも満遍なく。濡れてるじゃないですか。満遍なくもないか。生乾きだったら。まあまあ、極部的でしたね。まあ、一番濡れてるのは。生乾きのあれって、ほら、臭くなるという恐れがね、あの選択肢いっぱいのさ、ね、あれが、どっちにしろ臭いし、すでに、あの、二度履き。そんな臭いんですか？一度履いたのは。いや、基本的には僕は匂わないんですよ。今だったら嗅げますよ。足がちょっと嗅いでましょうかね。いや、でも、二度履きって、特にパンツと靴下は嫌じゃないですか、ね。裏返せばいいじゃん。よくあるそうだ。そうそう。DJ ジンスタイル、いわゆるこの。DJ ジンスタイル？そうなんですか？そうですよ。そうなの？裏表前後で4回いけるって確か言った。ジンかそれ。それ濡れ衣じゃないそれ。濡れ衣だったらどうしよう、うん。新曲のプロモーションに響くかな。裏表、前後がある。D が一人差し時間はな。あ、ごめんなさい。ジンは割とそういうのをやりそう。あ、ごめんなさい。じゃあ D さんかもしれないです。で、D でもないかもしれない。ライムスターじゃないかもしれない。うちの父親かもしれない。前後は、その肛門に当たる。だから一番汚い場所を多分全面だというそれは嫌だね認識じゃないですか、うん、それはだって病気になっちゃう可能性あるじゃん、うん、なんとか炎みたいななんとか炎、ね、なんとか炎いやいや炎的なね、うん、だからただやっぱり二度履きよりは生乾きの方がせっかく綺麗になった体ですから生乾き、まあ、自分の熱でノーパンって選択肢はないの？ノーパンはね何とかやったことあるノーパンで、いや違う、うん、ノーパンである程度まで行ってコンビニで買って、あ途中までノーパン、コンビニでパンツを買うんですか？そのためにこれ買うでしょ。いいじゃん別に。だってねえだろ、だって明らかにローテーションが足りないんだから。そうですね。渋谷で歩いててベルトがバチンって切れてジーンズメイトで買ったことあります。それはでも買うそれは買うそれ普通じゃないですか。うわでも不吉だね。それ嫌だね。テリーマンか。テリーマンだ。生乾きかどっちかがあるんだったらパンツ買わないかな。あノーパンでいく。なんかちょっとセレブリティ感じる。女の子は女の子はほらだってほら股間に余裕がある着物ねっあるじゃないですか。そのさ男のスカートとは言わないまでも、うん、こっちの間のなんていうのキュロット的なもの空間がありますからね。空間があるじゃないの。キュロットの方は全然意味が違うから、うんうん、あそうですか。あの表にグイって出てくるさうん、そうなんですよね。押さえつけないとグイっていくわけですから、うん、俺だって前あなんか寺島さんが挙手いや僕はね一時期あのメタリカのメンバーが、はい、あのパンツ履かないって言ってたんですよね、うん、海外の雑誌で、それ真似して1年間ぐらいノーパンで1年憧れて憧れてメタリカ憧れで、はい、はいはい、でどこでした？いや結構意外と慣れたら、うん、どうってことない。汚い、だって汚い、汚いですよ。それだけがちょっと沈む。いやそれだけって、それが大きいそこだけでしょ。むしろ沈むの問題がちょっとあるんですけど、意外と大丈夫なんです。 あとギャラン、そうなんですね、ギャランドアも剃っちゃえば、そこまでしちゃうんだ。全部じゃないですよ、上の部分だけチクチクしないんですか？これチクチクちょっとやっぱしますね。ちなみにメタリカは本当に履いてなかったんですか？いやもしかしたらジョークかもしれないですけど、ね、ご情報にね1年間騙され続けたって可能性もありますよね。でもビビアン・ウエストウッドも履かない派ですもんね。海外はあるのか。あるんですかね、ノーパン文化。ビビアンはまあだからその女性ね、まああれだから、だけど、でもツーってなりそうですよね、尿。そうなんですよね。あとさ時々さ、まあそのうんこ漏らしまではいかないけど、ぶほってとかさ、ありますね。あんじゃないですか。液とか液状っていうか。そんなにさ、そのウォシュレットとかを目使えなくて、そんなクリアまでいかないとき、まあまあまあぐらいのさ、まあまあまあぐらいのまま走り出すときあるじゃないですか。ありますあります。セーフティーネットとしてのパンツがあるかないかっていう。パンツがないか。そういうときどうですか、ね、そういうときがあってやめたっていう。やっぱ問題あるんですね。はいはいはい。縫い目のとこががっつりきそうだしね。いいですよね。で、ローライズ履いてたんで、ちょっとやっぱり。
ローライズ履かないでくださいよ。ノーパンローライズ偉すぎでしょ。ちょっとどんどんめなんか頭角を現してるすごいですね。また特集。はい、ということで今週はこんな感じなんですね。あなたの周りで送ったぼんやりニュースを送ってください。文面はニュース形式になっていなくてもこちらでニュース化するので大丈夫です。はい、で来週はスペシャルウィーク、ぼんやりのスペシャル企画も用意してる。どういうことですか？これいや、テーマがあるっていうことですね。あの夏のぼんやりニュースを来週は募集。夏ってことはじゃあ今のというか去年までの話とか、まあ、そうですね。夏にまつわる。まあ夏に備えてっていうのもあるかもしれないですし。はいはいはい、はい、うん、それでスペシャルなんで来週はプレゼントを、うん、はい、あ、私物用意しておこうと思います。 AKA ゴミでもね、今回はこの間中国行った時に買った あ、はい、あのあられちゃんがかぶってるあの羽がついてる帽子、うんうんうん、あれを買ってきたんであれを、1名様と、あとニュースに採用された方にはあの私がまた写真館で、うん、あの写真撮ってきたんで、あ、そうですか、それにサインを。すごいじゃん、シャンパイ写真館いいじゃないですか。あ、コスプレ写真だ、はい、あ、でもぜひぜひ、はいはい、といったあたりで、ですね、メールの宛先は、歌丸アットマーク tbs.co.jp、おはがきが郵便番号 107-8066、tbs ラジオ、ライムスター歌丸のウィークのシャッフル、ミューズの週刊ぼんやりニュース係まで送ってください。番組に採用されたすべての方に、番組特製ステッカーも差し上げますので、ね、来週ね、はい、知るとね。ということで、ミューズの週刊ぼんやりニュースでした。高野真所さん、そして寺島さん、ありがとうございました。ありがとうございました。